はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、モンスター厳選行きます。厳選するのがこれ。ゴーレムじゃなくって、ルビーゴーレムだね。あいつを厳選してみようと思います。確かおしゃれさんまだ一体も持ってないので、どんなやつが出るのかちょっと謎だね。多分、帽子は被ってると思うんだけど、どうだろう。流玉の迷宮のやつは、まあ、他のゴーレムだけども、帽子被って、あと、胸にワッペンをつけて、あとなんか傷がついてるやつとかもいたね。うん。多分、最初は、帽子が変わると思うんだけども。まあ、とりあえずここ2体同時に行けますので、2体厳選してみましょう。出るかな？あ、やっぱり帽子だ。帽子帽子。こういう帽子だね。はい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 。兜か。金色の兜を被ってるやつが出ました。ということはルビーゴーレムも同じ感じでしょ？まずは兜を被ってるやつから現れるはず。OK。間違いないと思う。探していきます。やっと出ました。やっと出た。これマジでない。15分以上やってようやく、1体出た感じですね。ちょっと待って、これ、倒せるか？オッケーオッケー。あっぶねえ。いけたー。うん、もう、かぶとは、確定だね。まずかぶとから変わるっていうのは、間違いないみたいですね。なんか違うかなと思うぐらい、おー、不安になった。それぐらい出てこない。ようやく2体目が出た。ようやく。これ本当に出ない。今まででね、一番出にくいキャラクターかもしれない。よし、またすぐに出た、またすぐに。で、しかも、色が、黒。これはね、相当レアかもしんない。やばい。やばい。オッケー。いけました。多分、黄色が一番出やすくって、今の黒とかがレアじゃないかな。まあ、夜になったんで朝にします。やっと出た。やっと出ました。また朝にして、で、それでね、20分ぐらいして、ようやくだね。これは、本当に出ない。あ、意を聞かないんだ。もうザバしかダメか。オッケー。これで4体目ですね。やっぱ宝石系は出にくいなぁ。OK、もう1体来た。で、これが、青っぽいぞ。いや、黒か。黒か？あ、黒だわな。黒でした。なんか青っぽく見えたんだけども。違ったね。OK。5体目。もうちょっと欲しい。それでは戻ってきました。見てみましょうか。多分7体全部で7体いったと思います。だよね。 1,2,3,4,5,6,7 で黄色と黒だな。うん、青がね、普通のゴーレムが被ってたやつがいるので青が一番珍しいのかな。うん。で、黒と黄色は、まあ一緒ぐらいか。黄色の方が出やすい。うん。黄色、黒、青の順で出にくいんだと思います。金色が多いな。まあ金色から見ていきましょう。まあいらないと思うけども。ああ、ロケットドリルね。これが、ゴーレム系の最強技。だよね。はい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 。なんか特殊技、他にないんだろうか。はあはあ、歌舞伎ものか。まあ、タンクだからそう、問題はないか。でも、排水の陣はいらないね。うん、もっかいりません。で、ルーコ。どうだ？まあ、さっきとはまあ変わらず。で、やっぱり排水の陣なんだね。くじけぬ心持ってるね。あ、嬉しい嬉しい。くじけぬ心、
は入ってて OK で、カチカチボディはね、いるだろうしね。モリリン、あ、爆裂剣ね、爆裂剣とロケットドリル。まあ、おしゃれさんは大体ロケットドリルは持ってていい感じですかね。歌舞伎物か。まあ、カチカチボディとミラーボディと、あと、あれね、SP が1で残るやつがついてれば OK かな。でも、これはついてない。では、残り、1、2、3、4体。あ、よく見たらさ、こいつ傷があるね。うん、右胸に傷がある。で、こいつが左胸に、バッジをつけてるね。はい、あ、こっちにバッジもつけてるわ。なるほど。これ、3つつけてる超オシャレさん。うん。で、こっちは上級者さんね。じゃあ、ノーマルの方から見ようか。ルビー号。変わらず。ロケットドリルのアンガーパンチ。こっちは？やっぱり排水が入るな。排水良くないんだって。HP 少ない時だから、基本 HP は少なくしないんでね。いりません。セオロニー。今日はなんか5つ持ちが1回も出ないな。結構特技5つ持ち出るんだけどね。やっぱ宝石系では難しいか。ああ、これは OK。うん。カチカチボディに歌舞伎物のくじけの心。うん。理想的じゃない？タンクにしたらさ、理想的な特性です。セオドニーはちょっと強いので、ちょっとキープしとこうかな。では、ひょうたん、行きましょう。できればね、上級者さんの強いのが欲しい。お！瞑想だ。瞑想。そうそうそう。ああ、じゃあこれいいんじゃない？ロケットドリルもあるし、瞑想もある。仁王立ちもついてるし。いいんじゃない？特性次第。二つかー。まあね。うん。排水の陣がついてたと仮定しても、まあいいんじゃないですか？うん。排水の陣はまあないようなもんだから。OK。まあまあいいでしょう。上級者。で、ゴビー。どうだ、こいつが一番いい。あー、ない。瞑想がない。できれば瞑想欲しいとこだよね。でもまあ特技5つで悪くはない。特性。排水かー。まあ一応攻撃力はね、半分以下ぐらいから上がるんだよね。だから、まあ攻撃特化で悪くはないんだけども、まあ、うん、いいでしょう。はい。ということで、3つキープができましたね。で、やっぱり宝石系は出にくい。他のやつはね、1時間で、そうね、13体、14体、そんぐらい出るんだけども、宝石系はやっぱりね、その半分ぐらいしか出ませんね。なかなか厳しい。はい。まあ、とりあえず、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。